ブックオフコーポレーション、ブックオフコーポレーション株式会社は、中古本、中古家電販売のチェーン、ブックオフ、ブックオフを展開する企業。本社は、神奈川県相模原市南区に所在。それまでの古本屋の形を打ち破り、新古書店と呼ばれる新しい古本屋の形態を作り上げた。店内は、コンビニエンスストアのような照明にし、店舗面積を広めに取り、 さらに商品の匂いを抜くための対策を施し、古本業界ではタブーであった立ち読みも可能にした。これが受け入れられ、チェーン店が全国へ広がった。2007年に、不正売上とリベートの受け取りの責任を取って、当時の坂本隆会長が辞任。2007年頃から、中古市場の縮小に伴い期間店であった、原宿店や本社周辺など、全国的に閉店が、 相次ぎ2016年3月期には営業利益が赤字に陥るなどした。閉店を加速させると同時に設立当初は参入に消極的であったブックオフオンラインや ebook オフなどのウェブ店舗を積極的に展開することやヤフーとの資本業務提携などの方針転換が行われている。また2015年からは友好関係にあった ハードオフとのフランチャイズ契約を解除し、家電技術業にも参入している。2018年10月1日付で、純粋持ち株会社ブックオフグループホールディングスを設立し、持ち株会社体制へ移行した。マスコットキャラクターは、ヨムヨムくん。また、長らくタレントの清水邦明をイメージキャラクターとして起用していた。これは、清水の実施である。 橋本真由美が当時ブックオフの常務取締役で、あたことが縁で起用された。なお、橋本は2006年6月24日付で、ブックオフの社長に就任した、現在は取締役相談役。パートタイマー出身者が、当初一部上場企業の経営トップに就くのは、非常に珍しいことであるとして、脚光を浴びた。お売りくださいというキャッチコピーを使い、 マーケティングが成功した功績があったためと言われている。その後、捨てない人のブックオフをキャッチコピーにポスター広告やテレビ CM を展開2012年7月21日から31日まで放映された携帯売るのもブックオフの CM で清水の起用復活してる。現在はヨムヨムくんと新たにその家族カウカウくん、ウルウルちゃんをゆるキャラに見立て、 有力以降で休日ブックオフをキャッチコピーに CM 展開している。日本全国に807店舗、2018年3月現在、アメリカ合衆国、フランス、マレーシアにも事業展開し、ニューヨーク西45丁目店、店、ハワイアラモアナシロキア店、パリオペラザ店など海外店舗は2018年3月現在13店舗、ある。 かつては、カナダ、大韓民国にも出展していたが閉鎖した。B キッズ、B スポーツ、B スタイル、B ライフ、B セレクトの名称は現在直営店では使用していない。ハードオフ、オフハウス、モードオフ、ガレージオフ、ジャンクハウス、ボックスショップ、ホビーオフは、ハードオフコーポレーションがフランチャイザーとして展開している。 ブックオフのインターネット店舗としては2007年運営開始のブックオフオンラインブックオフコーポレーション100%出資がある。ブックオフオンライン創業前にブックオフコーポレーションの企業化支援制度によって独立した黒田武氏が創業した会社 e ブックオフその後称号をネットオフリネットジャパンに変更が同種の営業を営んでいたが カルチュア・コンビニエンス・クラブとの資本提携、社名変更などを経て、ブックオフからの独立を果たしている。2007年5月9日に、週刊文春に掲載された記事を発端として、子会社を通しての不適切な売り上げ水増し、粉飾決算問題と、坂本隆 CEO のリベート問題が発覚した。その後、ブックオフは、調査委員会を設置し内部調査を開始。 そして2004年12月と2006年2月の2回にわたって合計2206万円の不適切な売上形状の水増しがあったことを発表し、また坂本代表取締役会長兼 CEO については1993年5月から2001年5月までの8年間に丸前から約7億4200万円の個人リベートを受け取っていたことを発表。 坂本 CEO は当初この半分を自主的にブックオフに変換する意向を示していたが後日全額を変換すると訂正した。同年6月23日に坂本 CEO は隕石辞任し橋本 CEO は代表権のない取締役会長に移動新社長には執行役員企業戦略担当で戦略部門長の佐藤博氏が就任した。また その後、坂本によるセクハラ問題も浮上し、同年7月25日の調査委員会の報告によりセクハラ行為があったことが判明した。坂本本人もセクシャルハラスメント、パワーハラスメント行為、コンプライアンス意識が低い言動があったことを認めた。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。